今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してる？はい、ちょっと緊張してます。大丈夫だよ、緊張しなくて。リラックスして。はい、深呼吸。この仕事を始めたきっかけは？もともと人前に立つお仕事がしたかったというか、女優さんになりたくて、私コンプレックスの塊なんですよね。だからそういう仕事をしてる時はなんか別の自分になれたって、なれるというか、そういう気がして。初めてはいつ？18歳の時ですね。最初はそういうのめちゃくちゃ怖いなと思って、頭の中真っ白になったんですけど、反応が あるのが嬉しくて頑張って最後までやれました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。そうなんだ。気持ちよかった？はい、気持ちよかったです。どんな男性がタイプ？リードしてくれる人がタイプですね。なんか一人ですることが多いので。え？一人でするの？そうですね、そういうのが好きな友達もいないので、一人でほとんどしますね。そっか。じゃあ今日は緊張せずに楽しめるといいね。はい、楽しみにしてます。じゃあ準備できたみたいだから、あっち行こうか。はい。コント、ドラゴンボールのチャオズ主催の花火大会を見ていたちびまる子ちゃんが言った一言と、その花火大会に行きたかったワンピースのニコロビン。さよなら、テンさん。どうか死なないで。さよなら、さよなら。わー、ドン。おじいちゃん見てよ、きっとね、花火だね。マルコ感激だよ。行きたい。私も一緒に連れて行って。ルフィ、足立区の花火大会、どうもありがとうございました。ねえ、気持ちいいぜ。イエーイ。なんかやりきったみたいな感じ。何やりきってるんですか。終わった飲み方じゃないから。でもまだチャウズ見えてなかったです。あ、マジか。さよなら、テンさん。どうか死なないで。パンツは見えてなかったですか。あ、パンツは見えてなかったです。あ、よかった。はい。チャウズが見えてなかったんですよ。そうそうそう。でもパンツ見えてなかったです。でもどっちに重きを置いてる。絶対チャウズでしょ。担当していただいた宇宙プロモーションの吉松ゴリラです。よろしくお願いします。あれ、前歯なんか違和感あるんですけど、それ何なんですか。はい、僕はもともと差し歯だったんですけど、それが外れてしまい、お金がないので代わりに今消しゴムを詰めて生活しているんですね。なので一瞬で前歯を消せます。あ、それ見たいな。ごめん、遠すぎて分かる。前ばっかし…おい。お尻で割り箸割れます。いやいや、いい。すいません。例えばその三上さんがめっちゃ詳しい知識系とか、はい、なんか、ね、確かに、これだったら負けないよみたいな。そうそう、アロマテラピーの、うん、資格持ってます。資格？
もうこんにちは。なんかずっと見てましたけど、はい、アロマテラピーの資格があるんですよ、意外と。あれですよね、匂いとか、はい、あのろうそくのやつですよね。そうです、あの、はい、アロマテラピー検定っていうのがあって。検定、はい、はあ、それ1級取って。え、すごい、1級ってすごいんじゃないですか。そうです。で、それクリアすると、はい、アロマテラピーアドバイザーっていうプロフェッショナル資格もらえる。え、それを取りました。え、でも手に職あるじゃないですか、普通に。そうですね。めっちゃあのほら、樽川さんと、はい、俺めっちゃ酒飲むんで、肝臓に効く匂いとかあるんですか。肝臓、不眠症とかありますか。いや、酒はダメなの。酒は肝臓はもう病院行ってください不眠はあるんですか、じゃあ。不眠は、その、ベタですけど、ラベンダー、うん、なんか勝負の時とか、やる気出したい時は、はい、柑橘系です。え、レモンとか、オレンジスイートとか。だけど、はい、ああいう柑橘系って昼間塗ると絶対外出ちゃダメです、はい、え、なんで。あの光毒性って言って、はい、シミができちゃうんですよ、で、腫れたりとか、なんかあのコンビニとかでビタミン C の飲み物とか売ってるじゃないですか、はい、あれ昼間飲まない方がいいんですよ。え、ああ、シミになっちゃうから。すごっ。夜、あ、夜、ああ。もうマジですげえ知識だ。前半のあれ何だったんだ最初からこれさ、よかったじゃん。美容にいいやつとかもあるんすか。あ、美容、なんかローズゼラニウムとか。あー、聞いた。ゼラニウム、ゼラニウム、ね、でもあの、うん、マッサージを本当に学校行ってやってて。え、なんか芸人やりながら、はい、それマッサージの店広がこうかなって一時期思ったことはあります。え、マッサージ、あの指圧とかもやってたので。なんだよ、シンプルに文化人じゃないか意外と頭いいんですよ。あー、やだ、腹立つし。あー、やだ、あ、やだな、やだな、この感じがやだなあとなんか女優さんも。そうなんですよ、うん、幽霊専門女優。あんま聞いたことないですよそれあ、今ホラーチャンネルさんっていう YouTube のチャンネルでお世話になってて、うん、はい、で10万人ぐらい登録者数いて、やっぱホラーは需要あるんですね、はい、タイトルとかわかります。あ、タイトル出た映画の催眠術っていうやつ。あ、お化けじゃないんですよ。催眠術師の初めてなんかセリフいただいた役で、はい、自分で見たんですけどめちゃくちゃ下手くそでしたね。そのワンシーンいただいてもよろしいでしょうか。あ、そのワンシーンですか、はい、うさんくさいと思ってる人ほどそういうのにハマったりするんですよあと歩道橋。おお、その時はセリフは。あ、それ殺してよ。ああ、怖い。ああ、それはうまい。お化けの時セリフうまいじゃないですか。でもなんか生きてる人間苦手なんですよ。生きてる状態で言わないでください生きてる。はい、今日は皆さん見ていただいてありがとうございました。新たな三日月上田を見ていただいたかと思いますので、今日一票よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。